そうなの？確かなの？アーミーちゃん、なんだかすごくよく寝てるみたいね。どうやら怪我はしていないみたい。よかった。でもあの男、尋常な顔じゃなかったわよ。あ、そうか、わかった。こういうことじゃないか。3日前アミちゃんに一目惚れしたやつは、一人で密談をおっしゃってアミちゃんに迫るか抵抗され、アミちゃんを倒し怖くなって逃げた。でもアミは自分で倒れたってはっきり。あ、そうか。じゃあこういうのはどう？アミちゃんがふらついて倒れたのを見て、他に誰もいないこの状況、自分が疑われるのではないかと思い、怖くなって逃げた。こわもてなんでしょう。職務質問されるタイプなら疑われたくなくてその場から離れるなんてことありえるわよね。確かに。しかしそれだとアミちゃんが倒れた理由がわからないぞ。リオミ、アミ眠い眠いって言ってなかった？あ、そういえばここ3日ぐらい？3日、3日前その子が初めてこの家に来たんだろう。じゃあやっぱりその男とアミちゃんのこの状態は、何か関係あるわよね。もう頼むよ、本当に。すみません、もうここじゃないんじゃないかと思っちゃって。私、この人。何？あ、奥野さん。あ、ここの人だよね。はい、姉さん。いや、この人とね、この店で待ち合わせしたんですよ。タクシーがそこに止まってて乗ってるから、あ、もうすぐ店入ってくるなと思って見てたら、そのタクシーがね、ピューッと走り出しちゃったから、私びっくりして慌ててね、追っかけてしまったんですよね。すいません、私方向音痴でよく怒られるんです、だから今日もタクシーできたのに、あれ今日も間違えたんじゃないかと思っちゃって、だからタクシーがもう信号で止まっててくれてよかったです。ものすごい結構な距離だったけどね。あ、いや、無線飲食なんかじゃありませんよ。さっきすぐ戻るって言いましたよね。あれ、いない？さっきの小柄な女性。え、ねえ。私に言われても今日初めて来たんだし。いや、とりあえず戻ったんですから、もう大丈夫ですよ。いや、通報なんてしないでくださいよ。江本さん、よく職質されるんです。いいから、印鑑持ってきたんだから。保険の見直しと住所変更、はい、早く下ろしてよ。はい、わかりました。